きましたので早速ご紹介していきますね。70代の女性の方からです。検診でクレアチニン値、血糖値などの数値の高さや肥満を指摘され、先生から軽度の腎臓病が見られるので生活習慣を整えて早く痩せた方が良いと言われていました。そこで食事制限や散歩を始めたのですが長続きせず、健康食品などに頼ってみたのですが全く変化はありませんでした。とはいえ腎臓病や糖尿病の怖さは知っているので早く何とかしたいと悩んでいましたということです。腎臓病、血糖値と肥満のお悩みですね。この腎臓病と肥満が一緒に合わさると肥満症といって、ただの肥満とは違い治療が必要な状態なんです。でも年齢を重ねると代謝が落ちてどうしても太りやすく、しかも痩せにくくなってきますよね。かといって食事制限も辛くて、この方のようになかなか続かないんですよね。でもね、このお手紙には続きがありまして読んでいきますよ。何か良い方法はないかと悩んでいた時に、肥満症が改善する漢方のことを知り試してみることにしました。飲み始めてしばらくすると体重に変化が現れ、体が軽くなってきました。そして検診ではクレアチニン値、血糖値が正常値になり、体重まで適正体重になりました。初めてこんなに体重が落ち、漢方は本当にすごいと思いました。これからも続けていきたいと思いますといただきました。素晴らしいですね。この漢方に出会えてよかったですね。この漢方処方は肥満症改善のためにお医者さんも処方している漢方処方なんです。詳しくは後ほどご説明しますので楽しみにしていてくださいね。それでは本日も参りましょう。本日は腎臓病、糖尿病などと肥満が合わさった肥満症に効く漢方第2類医薬品日本生薬漢方後期防空通商産業のご紹介です。日本生薬漢方主任研究員の木村さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。後期防空通商産業発売の第2類なんですよね。後期防空通商産業は腎臓病、糖尿病などと肥満が合わさった肥満症に悩む方にかなり好評をいただいており、嬉しいことに今より大反響となっております。全国の肥満の患者は血糖値とヘモグロビンの値が正常値に、意識を痩せました、クリアチニン値も体重も正常値になりましたというお喜びの声も多くいただいております。楽しみです。腎臓病、糖尿病などと肥満が合わさった肥満症に効く漢方ということですが、肥満症と肥満は違うんですよね。はい、肥満症は腎臓病と肥満や糖尿病と肥満など肥満とさらに違う症状が合わさった状態のことを言うんです。肥満と別の症状が合わさった状態なんですね。ちなみにどんな症状が合わさると肥満症になるんですか？先ほどお伝えした腎臓病、糖尿病以外にも高血圧、胃が、胃関節などの変形性関節症、脂肪肝、腎痛、腎臓高血や狭心症